メリナの王権の象徴であったサムピと呼ばれるタリスマン。熱烈なキリスト教徒であったラナバルナ2世は上位につくと同時にサムピを焼却してしまった。メリナ王国は16世紀頃に成立し、19世紀末にフランス植民地帝国に併合される形で消滅したマダガスカルの内陸中央高地の君主制国家であるイメリナ王国とも言う。 19世紀前半にはメリナ王が対外的にマダガスカル王と呼ばれたためマダガスカル王国と呼ばれる場合がある。メリナ王国が成立したマダガスカル島の中央高地は島の赤梁山脈の西側斜面標高800から1800メートルに位置し、低緯度の割には気温が低めで雨季と寒季が交代するモンスーン気候である。地質学的に 中央高地の景観を描写すると、先カンブリア時代に形成された岩盤マダガスカルプレートが侵食されたことにより形成されたなだらかな丘とアメレッコからなる地形が見渡す限り続くといった景観である。マダガスカル中央高地の景観戦士時代には、こうした地形がさらに森林で覆われていたものと推定されている。マダガスカル島はユーラシア大陸などと比較して、 生物性が特殊であり、食用になる野生の植物や動物が極端に少ない。島の最深部である中央高地における国家形成は比較的遅い。最初に中央高地にやってきた人類はマダガスカルの民話に登場するバジンバと呼ばれる人々と推定されている。バジンバは背が低く毛むくじゃらであったなどと森の精霊のように語られるが、 歴史学上はメリナ人や別レウ人に先行して中央高地の森林へ到達したオーストロネシア系の狩猟採集民と考えられている。後にメリナへと統合される人々が水田工作の技術を携えて中央高地北部へ移住してきたのは15世紀頃と推定されている。彼らは丘の下の森を切り開いて水田を作り、水田の周りに住居を配置した。 皇帝落差の激しい場所には棚田が作られることもあった。こうした水田工作に依拠した暮らしを営む人々は服という村落共同体を形成した。服の中には文化した社会階層を備え丘の上にルバと呼ばれる城を築いて他の村落や森に住む人々との争いに備えるところも現れ始めた。 メリナの伝統的な建築様式で建てられた家屋19世紀後半に高等伝承を書き留めて作られた年代記によると天から降りてきた神アンジアネル・ネリナがメリナ王国の始祖である同年代記ではその孫アンジア・ナンプンガ一世が初代メリナ王とされるアンジア・ナンプンガ一世から7世代ほど下った16世紀にアンジア・マネルが現れるアンジア・マネル以後は 伝承された経図が複雑化、具体化し、実在の人物と見られる。1537年または1540年頃に母から王権を受け継いだアンジア・マネルを初代メリナ王と捉えることが多い。アンジア・マネルは人々に農耕を教え、その息子ラランブは暦を作ったとされ、いわゆる文化英雄である。これらの王の時代から水田工作を制御とするメリナ人が 周囲に広がる森に住む民、バジンバを同化して、メリナに取り込むか、あるいはさらに森の奥へ追いやるかして、その勢力範囲を広げた。上記年代記では、アンジア・マネルの母、ラフヒがアンジア・ナンプンがからの応答を受け継ぐものであり、メリナであるとされるが、実際には、バジンバの女王であったと見られる。アンジア・マネルは、また、アラスラの丘の上に、 メリナ王国の歴史上初めてのルバを築いた。アンジアマネルの4世孫後、17世紀後半から18世紀初頭頃の王、アンジアマシナバルナは、バジンバとの争いに勝って、アンブヒマンガ農家を手に入れた。アンジアマシナバルナは、新しい領地の統治を自治に任せず直接行い、中央高知北部の水田工作民は統合された。 アンジアマネルからアンジアマシナバルナまでの王が統治した領土がおおむねメリナ人の土地とされ、メリナ地方またはイメリナ地方と呼ばれる。また、この頃までにルバが建てられた12の丘が聖地とみなされた。しかし、メリナ王国は、その後、アンジアマシナバルナの後継者争いにより分裂した。18世紀末、分裂した小王国のうちアンタナナリブを中心とした王国に、 アンジアナンプイにメリナが現れ、メリナを統一する。時代のラダマ一世は、北東部沿岸の港、ドアマシナを手に入れるなど、メリナ王国の支配権を大いに拡張した。アンジアナンプイにメリナ時代のハントとラナバルナ一世、時代前半のハント19世紀後半に、高等伝承をまとめる形で、カトリック神父により書かれたマダガスカル貴族の歴史は、 18世紀末から19世紀初頭にかけてメリナを治めたアンジアナンプイニメリナ王の知性を理想とし、商用することを目的として書かれている。アンジアナンプイニメリナは人々を動員して考えを行い、商拓地を水田に変えた。21世紀の現代まで続くアンタナナリブ名物、金曜氏を寒冷化させたのもアンジアナンプイニメリナである。 アンジアナンプイニメリナは1820年に亡くなるが、息を引き取る時に、海こそが我が水田の境なりと言ったとされる。ここで言う、水田は、領土の意味で、要するに、マダガスカル島の全土をメリナ王国の領土とせよという意味である。息子のラダマ一世は、遺言に従い、全王の地政下で増強された国力を引き継いで、メリナの半渡拡張に取り組んだ。 ラダマ一世の征服事業にはイギリスが大きく関わった。当時のインド洋の島々はオランダ、フランス、イギリスが覇権を争い、各国は根拠地とコロニー作りにしのぎを削っていた。この状況下でフランスが地元の主張からサントマリー島を取得した。イギリス領モーリシャスの総督、ファーカーはフランスに対抗するため、当時中央高地で国力の伸長が著しい。 メリナ王国を援助することにした。第三次マラーター戦争、第一次英明戦争を戦っていたイギリスに、マダガスカルに避ける余力はなかった。ファーカーは、ラダマ一世に、マダガスカル王の称号を公式に認めた。ラダマ一世は、ファーカーから武器と弾薬の提供を受け、軍事協連も受け入れた。さらに、ロンドン選挙会の布教を許し、 選挙会による学校の設立も許可した。ラテンアルファベットによるマダガスカル語表記の導入もいった。メリナ王国はラダマ一世が大いにあった8年間でフランスが保護国家を目論んでいた西海岸の逆らばの小王国を含むマダガスカル島全体の3分の2程度にまでその半島を大きく拡大した。ラダマ一世は慢性的な酒の飲みすぎが原因でよう去ったと。 言われている。彼の第一夫人が女王ラナバルナ一世として即位した。ラナバルナ一世に対する同時代のヨーロッパ人の評判は良くない。理由は彼女がキリスト教の不況を禁じ、領内にいたほとんどの西洋人を追放したためである。その一方でジャンラ・ボルドのように宮廷に残ることを許された西洋人は事実として存在し、1836年にはイギリスに 外交施設も送っている。女王の30年余りの知性は、イギリスとフランスの間で、マダガスカルの主権を保つための苦闘の連続であった。女王の人となりは、サビカを好み、晩年はたびたび腰に乗って野原へ出かけ、庶民に混じって、闘牛を見物したという。なお、通説では、ラダマ一世は、解明的で進歩的であったのに対し、ラナバルナ一世は、 保守的で完璧な君主であったと理解されてきたが、ラダマは1825年の時点ですでにイギリスとの同盟が実利を生まず、イギリス帝国主義がメリナ王国をモーリシャス総督の列位において支配下に置こうとしていることに気づき、アウタルキーを施行する政策の転換を行い、ラナバルナはラダマの方針を引き継いだだけという説も提出されている。する。 ライニーラ・アリブニ首相ラナバルナ一世女王の晩年、メリナ王国の歴史は転機を迎える。ラダマ一世の頃に設立されたロンドン選教会の学校で学んだフバイリートが、サカラバやアンタイムルなどへ繰り返された、外政の中で軍港を建てるようになった。1852年に首相に指名された、ライニーブニナ七入と、その弟の軍司令官ライニーラ・アリブニは、 そのような経歴で政治の中心的人物になった。1861年にラナバルナ一世が亡くなると、晩年の女王を補佐していた息子のラクト王子が、ラダマ二世として即位した。ラダマ二世は、赤目という自分の取り巻きたちと常に一緒に行動し、争い事を解決するのに、決闘を用いることを法制化しようとした。来日部にナ七入に首相が、 金曜市での、その法律の発布をためらっているうちに、貴族層の軍師官らのグループが、宮殿に押し入って、ラダマ二世を暗殺した。ラダマ二世暗殺後、君主位は、ラスヘリナ、ラナバルナ二世、ラナバルナ三世と、いずれも女性が継承し、首相と名目上の婚姻をした。首相は、夫として、君主を補佐する形式で、王国運営の実質的な実務を行った。 ラナバルナ2世は家庭教師だった宣教師の影響でプロテスタントに改修し、宮廷のレガリアサムピを焼き捨てるなど、キリスト教家を強引に進め、森林保護のため、焼き畑や炭焼き、木造家屋の建設を禁止し、レンガ作りの建築を推進するなど、従来の体制を大きく変革した。ラダマ2世は王子時代にフランスの商人ランベールに対して、 マダガスカルにおける権益を認める特許を発行していた。メリナ王国は1863年にロンドンとパリへ施設を送り、多額の保証金を支払って不平等な特許を取り消した。しかしフランスはラボルドの遺産問題などを口実にメリナ王国への圧力を強めた。1860年代から1880年代のメリナ王国は、 第二イアリブに首相のイニシアチブのもと、食産工業と布告協兵に努め、外交により、イギリスとフランスを競合させることにより、主権を保つことに不信した。しかしながら、イギリスにとって、スエズ運河開通後のマダガスカルの戦略的、重要性は年々低下していった。1883年にフランスはマダガスカルに遠征を行う。 戦闘はほとんど行われないまま戦争は終結し、メリナ王国は島の最北端ディエゴスワレスを割上した。この時点でフランスはイギリスとの対立を避けるためメリナ王国を保護領下することについて明言しなかったが、イギリスは最終的にメリナ王国を裏切った。イギリスは1890年にザンジバルを保護領下することをフランスに認めさせるのと、 引き換えに、にマダガススカルに対するフランスの権益を認めた。1892年にフランスはマダガスカルの保護領下をメリナ王国側に通告する。ライニライアリブにはイギリス人の軍事顧問をヨーロッパに派遣して兵器の買い付けを行い抵抗しようとしたがフランスの侵攻を食い止めることはできなかった。フランスは1893年にメリナ王国との外交関係を遮断。 1894年に宣戦復告した。1895年10月にアンタナナリブを占領、保護領下を認める条約をラナバルナ三世に調印させ、フランス保護領マダガスカルが成立した。1896年8月6日にマダガスカルの併合を宣言し、メリナ王国は領土を喪失した。ラナバルナ三世は親族と共にレイユニオン、そして、 アルジェへ追放され、1917年5月23日にアルジェで死去した。名のラザフィナンドリアマニトラ、彼女の娘のマリー・ルイーズが大い請求者となったが、マリー・ルイーズはカトリックに改修し、看護婦となって、子供を残さないまま1948年にフランスで亡くなったため、メリナ王家は完全に断絶した。現代マダガスカル中央高地の農村の景観。 メリナ王国の社会的構造は、アンジアナと呼ばれる貴族、フバと呼ばれる自由民、アンデブと呼ばれる霊族民の三層構造を基本としていた。アンジアナという貴族階級は、アンジアマネルが社会を秩序づけるために設けたと言われている。アンジアマネルの父は、マネルという名前であり、フバであった。父の名前に、高貴名を意味するアンジアンを付加したのがアンジアマネルの名前である。 ラランブはアンジアナ階級を4つにランク分けした。後にアンジアナンプイニメリナはアンジアナ階級をさらに6つに分ける再編を行った。またアンジアナであることを示す猛金類の表彰を家の入り口に飾る特権などアンジアナの各種特権と義務を定めた。さらに、氏族や家族の中退を強めるために資源を均等に配分することを推奨し、 家族棒を設けて、家族の声員が皆同じ墓に入るといった創生を整えた。メリナ王国の経済は、もっぱら、水田工作に依存していた。ありがとうございます。